7月1日、堀江公民館で堀江っ子チャレンジ教室が開かれました。これは公民館で宿泊し、その中で避難訓練やカレー作りなどのイベントを通して協力する大切さを学んでほしいと、堀江地区まちづくりコミュニティ会議などが開いたものです。今回は地域の小学4年生およそ30人が参加し、地域の人と交流ゲームをしました。今日は昨年に続いて堀江っ子チャレンジ教室として堀江小学校4年生の公民館合宿を開催しようと思います。地域デビューには小学校4年生ぐらいがちょうどいいんじゃないかと思っております。好評なので今年は5年生6年生も行う予定にしています。地域の方々と一緒に遊んだり、料理を作ったり、仲間たちと一緒に寝たりするうちに、普段の生活だけでは得られないような少し深い付き合いが生まれてくると思います。あまり話がすることない人とも料理や片付けなどで自然とコミュニケーションが生まれてきます。夜寝る前に友達と集まって話すのはとても楽しいそうです。小学校4年生から6年生の間に地域のみんなに愛されて育てられたふるさとの楽しい体験が多ければ多いほど、ふるさとを愛する大人に成長してくれると思っています。参加した子どもたちは互いに喜び合ったりと、真剣な表情でゲームに挑んでいました。